Hey guys, it's Miley, 青山まいりです。今日はなんと成績について話してみたいと思います。はい、ということでこの前バスの整形の成績が発表されました。で、初めてみゆは3以上取りました。で、まあ多分頭いい人は A3 しか取れないのとか思ってると思うんですけど、本当にちょっと整形に入ってから正直すごい苦戦してたんですね。で、今回オンラインになって、まあ、ちょっとチャンスだなと思ってすごい本気を出しました。まあ、オンラインって結構難しかったり簡単だったり人に意見が分かれるんですけど、正直自分にとってすっごい辛くて、辛すぎて寝不足でもうなんかぶっ倒れて救急車で運ばれるレベルで大変でした。成績返ってきて3以上取れて、まあ、要は A 平均だったんですけど、まあ、どうやってそうなれたか今日は紹介していきたいと思います。まず一つ目は、まあ、オンラインその場でやる授業の場合はもう質問を用意していく。少人数の授業の時はなるべくその質問があったら授業中に先生に聞くことを意識しました。オンラインでその場でやらない授業はもう先生のメールとかちゃんとメモっといて、質問があったらすぐメールを送るようにしていました。その大人数の授業でも先生が自分のこと分かってくれて、まあ、なんか努力してるっていうことも分かってもらえるし、自分がその場で質問があったら聞けることが大事だと思うのだ。やっぱオンライン授業って先生に会えないから、まあ質問があってもなかなか解決しないことがあるけど、そのメールとか使って日々そういうふうに連絡取ることを慣れていれば、先生に質問もなんて躊躇しなくて送れるからすごいおすすめです。で、結構中間テストの質問がちょうど質問したメールで質問したところの範囲だったので、すごいためになりました。そのオンライン授業っていうことで自分が好きな時間に授業を取れる場合もあったんですね。私は朝一あんまり復習とか予習のために朝一勉強するのは得意なんですけど、そのレクチャー聞いたり講義を聞くのはすごいダメなんですね。朝やっぱ集中力が持たないので、逆に言うと夜とかの方が講義とかレクチャーは自分は向いていたので、もう配信されるスタイルの、講義はもう全部夜に見て次の朝に復習予習とかをするようにしていました。自分に合うタイムスケジュールで授業を取るっていうのをすごい大切にしました。で、あと結構みんなやりがちだったのは、そういう配信されるやつをずっと一番最後まで貯めちゃって、最後にもう大量の資料を見たり、まあ、読んだりしないといけなかったっていうのが結構多分みんなの反省点だったんですけど、まあ、自分は絶対そうなるなと思ったので、もうその週に必ず終えるようにしました。それができなかった授業があって、もうそれのせいでもうめちゃくちゃストレスになっちゃったので、まあ、そうしないようにオンライン授業はおすすめです。それから、ノートは全部の授業に対して1つ持つようにしました。今までは結構適当にノートをばらけてたっていうか、前まで使ってたノートを使ってみたりとか足し加えたりとかいろいろしてたんですけど、なんかやっぱり一からしっかり基礎の部分からノートを取ることによって勉強が進むのかな、わかんないけど、ノートもその先生が言ってること直接書くっていうよりかは大事な点を書いたりとか、ノートの取り方もちょっと工夫しました。で、わからないところがあったら丸つけたりして、で先生に聞くなり動画をもう一回見るなりいろいろして、まあ、絶対何かをミスらないように努力をしました。で、プロジェクトとかプレゼンとかの時は、まあ、あんまり正直整形の同じ授業で知り合いとか少なくて、そのグループプロジェクトとかが結構一人でやらないといけなくて、結構正直めちゃくちゃ大変でした。けど逆に一人でやるからその分一人で頑張れた。なので多分今までの2年間
の中で一番学べたんじゃないかなっていうのは実感しました。やっぱり友達に頼っちゃうと頭いい友達にお願いって言って自分がやるべきことはあまりやらないじゃないですか。頭いい子がグループにいると今日一人でやることによってやっぱその分自分が頑張らないといけないから、まあ、最後のテストとか最終的にテストの時はすごい今まで以上にしっかり内容も理解してたのでいい点数につながったのかなって思います。はい、それと、まあ、大きく今までと変えたポイントなんですけど今までは課題があったらその週に終わらせようとかその前日までに終わらせようっていう意識がすごいあったっていうか、まあ、どうしようもなくてそうなってしまったみたいなことが結構多かったんですけど今期は本当に生まれた日より1週間前に自分の中で終わらせようっていう風に考えて行動を取りました。そうすると、まあ、全体的に最後のテストまでの時間を勉強に避けれるんですよ。課題をそのテスト前日までやってるとそのテスト勉強がうまくできなくなってしまうのでそのテスト勉強の時間を確保するために課題はもっと前に終わらせるようにすごい努力をしました。他の周りの人より早く終わらせたりとか早く始めたりしないといけないからなんだろうみんなにそんな早く始めんのみたいな感じで結構言われてやっぱなんだろう流れに乗っちゃうっていうかみんながやってる風にやってしまうことが多いんですけど今回に関しては自分のペース自分のスケジュールに沿ってその人と同じ風にやるんではなくて自分に一番適してる方法で、まあ、何事もやろうっていう風に意識を変えました。でまあなんかなんとなくまとめるとあまりまとまりのない話だったと思うんですけど正直今まで自分はすごい成績が悪くて、まあ、大学に入って、まあ、入ったことに満足っていうか、まあ、正直言うと第一志望の大学ではなかったしもうそこからしてモチベーションが下がってたんですね。でそこでさらに成績も悪くなってしまってまあいいやみたいな意識に変わってしまったので、まあ、今期はさすがにちょっと3年生になるしいい成績に変えていかないとなっていういいチャンスだなと思ってすごい努力をしました。でまあ変えていったのは、まあ、スケジュールの取り方質問の質を良くすることとか質問をその場で聞けるようにすることあと自分での学びをなんだろう今まで以上に成長するように、まあ、日々勉強することあとタイムマネジメントをすごい意識しました。でまあ自分が勉強しやすい環境づくりっていうのはすごい大事だと思いますし、まあ、それを作りやすいのが、まあ、オンライン授業の強みだと思うので、まあ、多分来期もオンラインで授業をやる大学は多いと思いますので、まあ、みんなはぜひ参考にしてみてください。でまあ詳しいこと質問などあったらインスタの DM かYouTube のコメントでしていただければ次の動画かもしくはコメントでそのまま返すのでぜひよろしくお願いします。今日の動画を見てくれてありがとうございます。ちょっとはなんだろう参考になったらいいなと思うんですけどなんだろうベラベラ喋ってるだけだったかもしれないけど、まあ、ぜひ参考にしてみてください。まあ、すごい正直頭は良くない人間なのでこういう風にちょっと行動を変えていけばまあ、永遠平均くらいにはなれるよっていうそういう動画でした。 Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe to my channel. See you in my next video. Bye!